世界が夢見る夢の中最終未来を見せては平野綾千原美里、後藤優子が歌う PSP ゲーム鈴宮春日の約束のエンディングテーマ集2008年1月23日にランティスからリリースされた PSP ゲーム鈴宮春日の約束のエンディングテーマ集グッドエンディングテーマの世界が夢見る夢の中 バッドエンディングテーマの最終未来を見せて。2、それぞれ3人が歌う、3人バージョン、平野綾千原美里、後藤優子がソロで歌う、春日バージョン、長戸バージョン、ミクルバージョン、オフボーカルの敬語パターン、全10曲入りとなっている。なお、鈴宮春日シリーズの楽曲でソロバージョンを別途収録するのは、晴れ晴れ恋愉以来となるが、 原曲とソロバージョンが同じ作品に収録されるのは本作が初めてとなる。また、ハレバレレイユ会で行われたアレンジや歌詞を変更する試みは本作では行われていない。平野綾、千原美里、後藤優子の3人での CD リリースは最強パレパレード以来約1年2ヶ月ぶりとなり、鈴宮春日シリーズカウン関ン CD のリリースとしても、 キャラクターソングボリューム8小泉一樹キャラクターソングボリューム9今日以来約11ヶ月ぶりとなる。ちなみに本作と同日に平野綾が参加した音の二皿未来の危機千原美里が参加した心の翼桜恵美くん思う後藤優子が CW 小泉マネスクに参加した空想ルンバが発売されており この三人に関連した CD が本作を含め5枚リリースされている。楽曲の制作時には、晴れ晴れで愉快、最強パレッパレードと同じく、作詞に、畑明、作曲に、田代智和、編曲に、安藤隆弘が起用されており、平野綾、千原美里、後藤優子の三人でのシングル A 面曲は一貫して、この三人が制作している。なお、 本作は公式にはシングルであるが、収録時間が約42分半と長く、収録曲も10曲と多い。また、鈴宮春日の憂鬱の特設ファンサイトでは、ミニアルバム形式と表記されており、オリコンでもアルバムチャートにランクインしているなど、メディアによってはアルバム扱いとなっている。ジャケットのイラストは、タイアップ先の鈴宮春日の約束の通常版パッケージと同じ、 ものになっている。ただし、鈴宮春日の約束には SOS 団団員の5人が全員映っていたが、本作では、キョン、小泉和樹の部分はカットされ、鈴宮春日、長戸雪、朝日波くるのみが映っている。また、CD ケース内にも、鈴宮春日の約束に登場するシーンが描かれている。オリコンチャートでは、初登場24位を記録。 鈴宮春日シリーズ関連シングルとしては初めてトップ20を逃す結果となったが、これは前日した通りアルバムチャートに分類されたためで、シングル扱いされていれば10位となっていた。ちなみに、厳密には、鈴宮春日の約束のエンディングテーマとなっているのは、世界が夢見る、夢の中、最終未来を見せて。であり、世界が夢見る、夢の中、最終未来を見せて。 という楽曲は存在しない。が、省略されている世界が夢見る夢の中、4時33分、世界,世界が夢見る、夢の中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 最終未来を見せて、3時54分最終未来を見せて、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 せてありがとうございます。